では初日12レースドリームレースを走られます福島の佐藤慎太郎選手です。慎太郎さんお疲れ様です。取りまくり、はい、取りまくり。佐藤慎太郎ばっか出ててちょっと飽きてるよもうみんな。そんなことないと思います。そんなことない、はい、そうっすか。いや慎太郎さん人気ありますか。人気あります、はい、嬉しいな。まあ人気で今回ファン投票ということで7位でしたけども、うん、そこについてはどうでしょうか。まあ、本当に嬉しいですね。やっぱりこの年になってこのドリームレース走れるっていうのは本当お客さんに評価してもらってるってことなんでね、まあ、走りを評価してもらってると思いますんで、そういうところでもうちょっとね突き詰めていけたらいいかなと思ってます。まあ、この表の中で言ったら走りがどれぐらいの割合なんですか慎太郎さんの。まあ、これがね太田海也ぐらい俺がイケメンだったら見た目9走り1ぐらいだと思うんだけど、まああんまりねいい男じゃない。まあ渋さはあるけどね、はい、うん、渋さはあると思うけどそんなこのいい男じゃないと思うんで走り9、見た目1ぐらいじゃないですか。なるほど、うん。まあ、去年は新山選手より下で、まあ、今年は上で終わりましたけど去年そこについてコメントされてたと思いますけど。ああそうだよね、去年京平と森さんに負けたからね、はい、そう考えるとあの見た目もちょっとアップしてきてるのかもしれないね。京平に追いついてきてるんじゃん。池王子感が増してる、ね、ああそうか池王子とかっていう言葉最近あるからね。じゃあちょっとこう走りを突き詰めるのもほどほどに池王子を目指していこうかな。なるほど、はい、来年はもっと上の順位に行けるように。そうですね、まずは走りに行きます、うん、やっぱりしっかり競輪選手として走りを極めていければいいかなと思います。この平塚なんですけど、まあ、昨年ダービー、まあ、決勝3着でまたグランプリもありましたけど、まあ、やっぱ2020年の記念の優勝が、まあ、ちょっと印象にあるなって思いますけども。まあそうですよね、あそこで、まあ、シャンパンファイトもして本当ね、あの4日間っていうのはいい走り連日できた快晴だったんで自分の中でも、まあ、覚えてますよね。まあ、それをこう再現できるようなそういう気持ちで得意バンクだなっていう意識で走れれば結果出るんじゃないかなと思います。今回はドリーム新山選手と連携になりますけども、まあ、よく連携すると思いますけどもどうでしょうか。まあ、本当強いですし、いろいろこうなんていうかね考えなくちゃいけないことが多いんでね、強兵の城だとね、しっかり自分の仕事を果たせればいいかなと思います。まあ、今回7日間の長丁場ナイターですけど、うん、そこについては、まあ、長丁場は気にならないんですけどね、まあ、なんていうかこう一日一日も疲れを次の日に持ち越さないようにねしっかりリフレッシュして長いですから頑張りたいなと思います。逆にね途中休めるからいいのかもしれないですね。一走走ってそうですね、まあ、それがどういう風な走るスケジュールになるかっていうのが結構重要なポイントになるかなと思いますね。調子は上向きですか。1ヶ月ほど空いたと思います。まあ、練習はしっかりできてるんで自分としてはやるべきことはやったかなって気がしますね。ただあとレース感がねどのくらい鈍ってるのかそれともあまり影響ないのかっていうのを走ってみてちょっとってとこですね。はい、わかりました。あと最後にもうオリンピック終わりましたけど、うん、見られました。見ましたね。どうでした。うん、やっぱりあの大きい舞台でね若手が活躍してくれましたし、まあ、自転車競技に限らずねやっぱりみんな本当真剣にやってる姿が本当にこうなんていうかね感動するよね。やっぱその自分もアスリートとして苦しい練習を積み重ねてる気持ち分かるんでね、それを4年間でバシッとあそこで一発で出すっていうのはやっぱりオリンピック選手すごいなっていうふうに思いましたね。はい、では慎太郎さんも日頃の積み重ねをここでバシッと。そうですね、まあ、試合で結果を出すために日々トレーニングしてるわけなんでしっかり成果出したいと思います。わかりました。では最後に意気込みをお願いします。限界気のせいだよ。あ、こうさこの前佐々木久人師匠に教わったんだよ、はい、こうじゃなくて、はい、こう前からやった方がかっこいいよしんちゃんって言ってた。こうよりもこうだって言ってた。こうだよ。